やっほー。お風呂からの配信、そうです。お風呂から配信しております。 Hey, hi, how are you? 暗い中入って全部持って帰ったの？うん、持って帰りましたよ。あの、車に詰め込みました。ダオくん8歳差、やばっ、嘘やん。たーちゃん、お久々。 Thank you。 中学生の時、広島のデビュー行った時からファンになって、ありがとう。広島大好きだけ待っててな。どうかなやん、気をつけて。あっ、ねえ、待って、うちのダンスの、あの、筋トレの先生が見てきてくれてる。あきらく、あきらさん。そうだ、なんかさ、思ったより温度がさ、低すぎて冷たいね。どうしよう、風呂温度。暗闇で永遠に冷める。
刺さっても怖いんだよ。怖いね、そんなに怖いか。あ、くんづけか、加藤ちゃんと同じけど。いや、なんか、アキラっていうお友達がめちゃくちゃ多くて、福島か仙台来て、え、仙台さ、あれ行くよ、あの、あ、まだだっけ、行かないかも、あれ仙台行かないけどね。 Happy birthday 10日、11か10日、どっちかだっけ、忘れちゃった。福岡でイベント、あのドンキーのイベントやるよ、来て。最近たくさん TikTok 見れてる。ありがとう、昨日フレグランス手に入れてきた。お、最強じゃんか。だよね、仙台あるよね、9月1日、ほら、9月1日仙台行ってますよ。すごいな、癖が強いな、すげえ癖が強いや。フレグランス吹きかけられるの謎すぎてゲラゲラ。お花が咲きますようにプシッって言って。僕も初めてだからさ、フレグランスこうプロデュースしたものだから、まあフレグランス、あのフレグランスが何ですかね、フレグランスだからこそのイベントですよね。ダン君お誕生日おめでとうございます、ありがとう、幸せです。ダン君はニキビの悩みとかありましたか。あ、ありましたよ、僕ね、中学生の時かな、ニキビがいっぱいできちゃって、プロアクティブとか使ってたけど、なんかプロアクティブ痛くて、だからもう速攻でやめちゃったけど、でもそっから食べ物とか気をつけるようになりましたかな。まあでも自分の食べたいものを食べて運動する、してちゃんと睡眠とるっていうちゃんとした生活を送れば多分大丈夫。カナヤンの母です。あ、お母様ありがとうございます、嬉しいですな。ペットボトルのキャップチャレンジの TikTok 面白かった。いやマジであれ超失敗しちゃってさ、多分
同日同じ日に別々でイベントなんですよ。ちょっと本当に悲しいけど、ちょっとでも盛り上げるんで頑張ります。よろしくお願いします。あっ、あっくん誕生日おめでとう。ありがとう。やつだからさ、なんか、ね、返事してって言って渋谷のドンキに来てくれるの本当嬉しいです。いや、あそこさ、でかいとこだよね。佐藤が、僕はファン
て、もうなんかその時に思ったことやろうと思ったから今インスタライブしてます。熱いマジで I'm so hot、いいね。じゃあ好きな人ともしカラオケに行くことが実現できたら、キスハグキスの If を歌って、そしたらもう完璧、多分ハートをつかめる。年を取ってしわくちゃになったとしても、届けるよこの歌を Girlfriend。まあでもガーフレンって言ってるから、そこをボーイフレン、君だけしか見えないって歌う。二人で仕事を手伝ってくちゃになったとしても、届けるよこの歌を。違うよ。え、エンジェルたちが、愛のキューピッドたちが、なんか、おめでとうって言って、矢を送って指さしてるの。仙台の電気の、電気だと忘れた、ドンキ。
ライブがまた一つできるんですけど、来てください、みんな待ってます、待ってるよ。タオカに会いたさがよくがすごいです。いや、それな、僕もめちゃくちゃ会いたくて。ありがとう。じゃあまた配信するときはいつでも来てください。待ってます。本当に誕生日おめでとう。ありがとうね、みんな。本当にプレゼントとかもね、なんか今日一個一個Have a good day, have a nice day. Thank you. キラメ。またね、ありがとう。